スマホで公務員、S、式入門講座この、えー、とスマホで公務員 S 式入門講座、これがまあどういったコンセプトのものなのかというのを初めにご説明いたしますでまずです、ねえーと、特徴の1個目としてです、ね、講義はまあスマホで見られますよと。はい、でこのスマホで見られるというのはです、ねまあの、今までの,です、ねまあ、の従来のレックの講座なんかでもあったんですけれども、 えとまあ、全部教材がですね、えー、PDF というふうな形になっていまして、まあ、の電車でのまあ行き帰りですね、えー、学校とか会社へのまあ行き帰りなんかで視聴することができますよとこれが1個目の特徴ですねで2個目が、えー、とこちら科目を絞ったライトな入門講座、まあ、の公務員試験ってですね、まあ、非常に科目が多いんですよ。 でその中でも特に大事な、えー、と数的処理というふうなものとあとはまあ社会科学この2科目に絞ってですねまずは公務員試験の勉強を始めてみようじゃないかと、まあ、こういった、えー、科目ですで次がこちら、えーとですね、1ユニット15分と公務員試験のです、ね、講座、まあ、あのどこの資格試験の講座でもそうだと思うんですけれども、えー、1ユニットあたりの時間がすごく長いと。 でそうすると、まあ、せっかくスマホなんかで視聴できますよって言ってもですねあの例えば1ユニットでですねあの1時間とかっていう風にあると、まあ、電車乗ってもいやそんな1時間乗らないから結局途中で切らなきゃいけないじゃん、はいですが、このスマホで公務員 S 式入門はですね、えー、1ユニット15分ですから本当にちょっとした隙間時間、ねあのー、電車の中でもそうですし、えー、寝る前にですね、まあ、スマホでちょこちょこゲームやる代わりにですね、えー、講義とか見ていただけたらなと。 そんな感じの1ユニット15分というふうなものです。で、最後はです、ね、4つ目、で、これがまあ価格設定と、この今までのです、ね、公務員試験の講座って、まあ、どこの予備校さんなんかでもそうだと思うんですけれども、大体ああ10万円を超えるようなものって多いじゃないですか。はい、ですけれども、今回、このスマホで公務員 S 式入門講座というふうなものは、1万円を切る。 価格設定というふうな形になっていますので本当にもう気軽にですね、えー、公務員試験、えー、始めてみようかなと思っている方の、まあ、入門的な位置づけとして使ってもらえたらなとここれがのの講座の特徴になりますはい、えー、それじゃです、ねえー、っと数的推理一の8ユニット目ですね、えー、割合の問題 ③ っというのをやっていきたいと思います。 はいでここは濃度についてやっていきたいと思います。はい、濃度なんですけれども濃度の問題ってどうやって、えー、普通解きますかっていうとあの食塩は何グラムあってとか何パーセントでとかっていうのを一生懸命計算していきますよね。通常に式で、えー、と解こうとするとまず食塩の重さを出して次に全体の重さを出すそこから濃度を出すっていうのが計算でやるときかなと思います。ただ 計算でやるっていうのは、あまりお勧めしません。特に公務員試験の場合って、食塩のですね、混ぜたりするのを二三回普通にやるんですよ。その度にいちいち方程式立てて式で解いてたら、すごい時間かかっちゃうんですね。はい、ですので、おすすめとしては、天秤図っていうふうなものを使って。解いていきたいと思います。で、この天秤図って、えー、どんなふうに。 どういたらいいんですかっていうと図の書き方は次のスライドでやっていきますねまず何を探してほしいかというとここを見てほしいんですが問題文中から2個の数字を探してほしいんです2個って何っていうと1個目は濃度に関する数字何パーってやつですね次はこちら食塩水の重さを探してほしいんです ですので、えー、っと食塩の重さっていうのは求める必要ないんですねこう書いておきましたけど食塩の重さは別にいいらないですよ。これが天秤図のメリットですかね。天秤図っていうのはなるべくその計算をせずに簡単に言うと火だけで食塩水の問題を解いていこうっていうふうなものです。 じゃあ非常に簡単な例をですね一個ちょっと出してみたいんですけどまずは計算で求めるよっていうふうな場合にどんなふうにやるのかっていうのを考えていきますね例見てください10%の食塩水200グラムと4%の食塩水100グラムを混ぜたと濃度いくつですかとこれ小学校の時の復習になると思うんですけども、えー、計算で求めるよっていうふうな場合は食塩の重さっていうのを出しませんでしたはい200グラム10%ですから200かける0.1と 次に、あこっちか、こうなってるか、4%100 グラムですから100かける0.04足してもらうと全部で24グラムっていうふうになりますよね。これが食塩の量です。次に全体の重さ、全体の重さは200グラムの食塩水糖と次100グラムの食塩水糖と足してもらうと300グラムになりますよね。はい、だから求めるべき濃度はっていうとこうなります。 食塩の重さ割る全体の重さかける100してあげればパーセントになりますよと24割る300かける100とだから8パートこんなのが計算でしたよねただまだこれぐらいだったら計算でやってもいいんですけどもさっきも言ったように公務員試験の,その食塩の問題ってめんどくさいんですね何回も混合します じゃあどうやって解いていったらいいですかっていうと「天秤図」っていうふうなものこれちょっと書き方見ていきましょう。はい、天秤図っていうのは慣れるままででは別に真ん中いいいと思いますちょっと今回ずらしといたんですけれども、はい、棒が1本あってその両側に重りがこうやってぶら下がってますよこんな図を書いてみてください。あと「慣れるまではここ」「真ん中辺に視点書いてもらえればこの辺でいいかなと思います。 こここれれが天秤ですす。ね。ここに数字を入れていきますどんな数字入れるんですかっていうとはい重りのぶら下がっている上のところここに濃度を書いてください濃度を書くところ3箇所あります右の重り支点の上左の重りの上で3箇所の濃度を書くところがあります次重さです重さは2箇所です右側の重りの重さと次が 左側の重りの重さと。じゃあ数字入れてみましょうか。今回えっ、ー、と 10%200 グラムと 4%100 グラムです。これはここから好みの問題になるんですけど、おそらく左側に小さい数、右側に大きい数を書いた方が見やすいかなと思います。だから4%は左側に、10%は右側に書きます。でその下の重さはっていうとここ見てくださいね。 1> はい、4 1 0 0ムですから4%パーの下のところに1 0 0ムと。次、十次1 0 2 0 0ムですから10%パーの下のところに2 0 0ラムと、二百と。はい次ですこの支点の上に何書くんですかというと支点の上には食塩を混ぜた後の濃度を書いてくださいはい次ですここからですね ここからが天秤図使って解いていくっていうふうなお話になります。じゃあえっ、ー、と何やっていくかというと今回はこの重さのところありますよね。100グラムと200グラムこの100グラムと200グラムの重さが分かっているので、これのまず比率を取ります。はい100対200はもっと簡単にしちゃうと1対2赤で書いたものになりますね。 はい、この1対2がどこに行きますかっていうとこうやっていきます、はい。これどこに行ってるのっていうと、はい、見てほしいのが支点から右端までの長さこれですねこの支点から右端までの長さこれと支点から左端までの長さここですね支点から左端までの長さこの長さの比率が 1> 1対2になってますよと。で次もう一個ポイントはここですねこの1と2なんですけれども遠いところに行きます。1からしたらここの1からしたらこっちの長い部分の方が近いじゃないですかでもこの1っていうのは遠いこっちの短い方に行くんですね。同じくこの2っていうのはこっちの今度 短いいいところの方が近いじゃないですかでもそうじゃなくてこの2っていうのは遠いところの方にこの長い部分の方のところに行くんですはいですから支点から右までの長さが1ですよと支点から左までの長さが2ですよっていうふうになります。 はい、だから、えっ、ー、と、こうやって考えてください。今、えっ、ー、と、天秤の棒がありますけど、この棒を、2対1っていうふうに分割してると思ってください。棒の長さっていくつになるんですかってとここに書いておきましたけど、棒の長さは、はい、右の方が10と、左の方が4っていうふうになってますよね。 右が10左が左四ですから間はという6になるのって言ったら4からスタートしてみてください56789等と指で数えてみてくださいね56789等と6ありましたよねだから6と10-4で6とこの棒の長さの6をはい2対1に分けてください2対1とはい2対1に分けると 長さは4ととにに分分かかれれまますすよよねはいですのでこちら「丸2」っていうふうに書いてある部分の長さはっていうと「4」というふうに求まります同じく「丸1」っていうふうに書いてある部分の長さは「2」っていうふうに求まりますはいじゃあこの視点の上ですねここにの四角に入る数字っていくつになりますかっていうとこうやって考えてください。4 でこの元の左端の4よりも4大きいですよとはい 4+4 で8でも構いませんしこうやって考えてもいいんですよ10よりも2小さいですよと10よりも2小さいから1 0 2で8これでも構いませんはいだからここの数字8って,んでていうふうに出てきます この食塩水のところはできれば天秤図っていうので溶けるようにした方が後々いいかなと思いますまあ、何でもそうなんですけど慣れるまでってやっぱり新しいことをやろうとすると辛いじゃないですかですからえっ、ー、とここのユニットのところよく見ておいていただいて、えー、天秤図ってどうやって使うのかなっていうのを見てもらえたらなと思います はいそれではですね、えー、と数的整理1のお第9ユニット目と、えー、割合の問題4っていうのをやっていきたいと思います、はい、でここでは前のユニットでやった点瓶、えー、図ありますねこの点瓶図を使って実際に問題をちょっとやってみようっていうところですはいじゃあテキストの119ページの問題ですね はい、濃度の問題です。じゃあの、の問題ちょっと見ていきましょう。はい、えー、と濃度6%の食塩水に濃度12%の食塩水を混ぜたところ8%の食塩水が450グラムできましたと。このとき12%の食塩水の代わりに同量の9.6%の食塩水を混ぜると何の食塩水になりますかと。 これ計算でやろうと思ったら結構大変ですよ。ちょっとじゃあ考えてみてください。 じゃあ、えー、とヒントのとこですねヒントは、まあ、さっきやった天秤図ありますじゃないですかこの天秤図を使って、えー、言われていることをまとめてみましょう。 残り1分ぐらいです。 はい、えーと、じゃあ見ていきましょう、はいえー、まずですね問題も少しずつ、えー、の細切れにして読んでいただいた方が、あのー、図なんかを書いていと時は書きやすいのかなと思いますじゃあまず最初の部分ですねこう見ていきましょうか「はいえー、と6%の食塩水に12%の食塩水を混ぜたところ8%が 450g できました」とこちらはさっきと同じですね 全く同じつっちゃってます、えー、棒1本書いてもらって両側におもり2つとあとはこれ別にちょっとまたずらしちゃってありますけどもえ真ん中辺に書いてもらえればいいのかなと思いますこんな感じですかねじゃあここに数字入れていきましょうはい今回は先に混合後の濃度が分かってるんですよっていうのは見てくださいね6%の食塩水と12%の食塩水を混ぜたら 8パーができましたとだから上のところに数字が3箇所先に入るわけですね6812と重さに関する記述が何もないんで重さのところこの丸の下のところには今のところまだ数字は入れられないです。っってののははこれは混合後すなわち全体の重さが450っていうわけで6%パーと,100と12%パーがそれぞれ何グラムあったかっていうのはまだわからないですよ。 はい、じゃあ次です、はい、今回は先に棒の長さが分かります絵が嘘なんですけれども惑わされないでくださいねはい支点から右までの距離はっていうと8と12の間はって言ったら9と1112と4ですね6と8の間はって言ったら782ですねはいだから棒の長さが2対 4というのが分かりますね2対4と今度はさっきと矢印の向きは逆になってますやってることは同じですよ自分から遠いところに持っていくま持ってきますよっていうだけですだから2はこちら左側にあるので右側のおもりの下に持ってって,ってください4も同じですね4は右側にあるので左側の下のところに持ってって,ってください、はい、そうすると 左の重りと右の重りの比率はっていうと、四対二っていふうになります。これでもいいんですけど、もっと簡単にしちゃうと。二対一までいきます。はい、こんな感じですね。はい、ですから、ちょっとこれ私邪魔になるんで消します。よいしょ。はい、だから十二パーとこれですね、十二パーと 6%と12%パーの重さの比率はっていうとこれがまず最初の1行目2行目あたりを読んで分かることですねじゃ続けて進めていきましょう続けては問題文のこう見てください12%パーの代わりに同量の9.6%の食塩水を混ぜると。 これ問題文の2行目あたりのところですねはいですから重さは同じなんですよここ見てください、ね、同量って書いてありますね重さは同じで濃度だけ変えてますまた同じく点秤図書くとここまで来ません6%と今度は9.6%を混ぜましたとでこの支点の上に来る数字ここいくつですかというふうに聞かれてるわけですはいで ここですね、同量ってね、同ふうに言われているわけですから1個前のスライドのところではい6%と12%を2対1で混ぜてますよってことは6%と9.6%を2対1で混ぜましたこの比率は同じなんですよ2対1とはいですのではい2 左側側ににある2は右側の方に持ってきますよとだから支点から右端までの距離が2と続いて1はっていうと右側にあるんで左側の方に持ってきますよと支点から左までの距離が1っていうふうになります。 ですから、えっ、ー、とまた棒の長さ考えてください。棒の長さはこれ、今までやってきたのと同じように考えてくださいね。右が6あごめんなさい。左が6。右が9.6ですので、棒の長さはって言うと6と9.6の差になります。よって3.6っていうふうに出ます。これが棒の長さですね。これを2対1に分けてください。まあ、1.2。 1>, 1対2でもいいですよ。もうどっちでもいいです。2対1に分けてあげると2.4と1.2というふうになります。はい。ですから、はい。こっちの1のところが1.2と、2のところが2.4というふうになりますね。あとはさっきと同じです。6よりも1.2大きいですよと7.2と。または、 9.6よりも2.4小さいですよ。だから9.6引く2.4で7.2とどっちでもいいです。はい、こんなのが、えー、天秤図を使った問題になります。はい、これが濃度ですね。ですから、えー、濃度のところの問題に関しては、なるべくこの天秤図っていうのをうまく使えるようになりましょう。